どうしたのか分からないですけども、すごくうじうじしてて、昨日と今日どれだけ自分が成長したかっていうのをすごく悩むんですね。で、特に僕は自分の内面、性格が成長できないっていうすごくコンプレックスがあって、一つは人に優しくできないっていうのと、あと何か、そうですね、自分の、僕演劇を作ってて台本書いてるんですけど、その台本書くことが上達してるのか下手になってるのかすごくわからないです。あと僕に、そうですね、足りないもんって言ったら我慢だと思うんですよね。ああやって僕こう立っては座り、立っては座り、違うところに座り直したりとかずっとしてるんですけど、でも今朝このワークショップに使えるかなと思って昔書いたちょっと小説を読んでみたんです。自分が書いて、すごく書いた時はダメだなと思ってて、クソだと思ってたんですけど、今日久々に読んだらちょっと自分でちょっと面白くて、その台本が。だからなんかずっと昨日と今日同じところ座ってるつもりだったんですけど、もしかしたらちょっとずつは前に進んでるのかなとは思っています。でも本当はもっともっと確実に成長していきたいなって思っています。はい、ちょっと簡単ではありますが、ご挨拶程度にこれが僕の作品成長です。ありがとうございました。井上さん、あそこで座ってますので代わりにタイトルに、合わせ鏡という作品です。どんな質問に井上さんが書かされて作った作品かは途中で、分かるみたいです。はい、じゃあ始まります。これで井上さんの作品終わりです。合わせ鏡という作品でした。はい、誰もいないです。未来ですね、残念ながら私たち地球に住めなくなってしまいまして、でなので大体の人が月に住み出したんですね。で月に住み出したんですけど、でも私たちは地球が好きだったので、なんか結構その風景とかを、思い出したりとかしたいなっていう感じな生活を送ってるんですけど、でそれで開発されたのがここのカフェスペースになります。でこのカフェは、そのみんながなんか地球のこととかを昔のことを思い出したいなっていうところに来ると、外にその昔の地球の風景がこのように今見えてる感じなんですね。でその見たい人が今ここに集まっていて、いろんな席に座って外の景色を懐かしく見ていたり、憩いの場としてなっています。で今ここに座っている髪の毛の短いちょっと小色の
の赤ちゃんが彼 の, あの赤ちゃんだった頃の姿です。で彼の若い頃の両親が流行ってでここに来て、あその彼自身はもう記憶に残ってないんですけど、小さい頃に横浜に家族で来たなっていうことを今思い出して、あああれは若い頃のお父さんとお母さんだというふうに今思っています。Thank you.
16時54分、象の花。絵を見て笑う黒ずくめカメラマン女性。どの絵を写真を撮ろうか迷う。6月10日16時52分、象の花。ブルーの T シャツ、ブルーの自転車、ブルーの壁。今日は仲良し3人組で横浜に来ました。お気に入りのワンピースを着てきたけど、ちょっと寒いな。夜は中華食べに行くんだ。バーイ。6月10日16時53分、象の花。女3人。え？でもさ、あれやばかったっしょ。やばいやばい。え？向こうの方行くぞ。向こうの方行く？いやだってあの時、タケこっち来てたから。いやだってタケから連絡来たもん。え、マジで？終わったなこれ。え、ね、こっちでいいの。6月10日16時56分、6月10日16時56分象の花。走る走る、もう少しもう少し走る。今日の夕ご飯片付けしてから走る走る。タイム13分41秒。昨日より落ちた。走る走る。6月10日16時57分象の花。ただいま象の花には6人の男、7人の女性がいます。ただいま象の花からの景色をお届けしています。象の花ソフトクリームは350円です。6月10日16時58分象の花。何でもない日に何でもない場所で、今日会ったばかりの人たちと同じ時間を過ごす。いいな、楽しそう。私も一緒にやってみたいな。6月10日16時58分象の花。うつむいて歩く。急ぐ必要もないし、できるだけゆっくり。6月10日16時57分象の花。隣の女誰？目があった。お、お茶くれお茶。うん、もういいもういい、お茶もういい。この女誰？バブー。6月10日16時59分の象の花。ねえねえお母さん、あのおじさん何してるの？ねえお母さん、なんであの人あんなとこ座ってんの？ねえお母さん。6月10日16時59分象の花。
あの船はどこから来てどこへ行くんだろう。自転車では海の向こうへは行けない。6月10日17時ゾウの花。何してんの、なんで走ってんの、何マイクで喋ってんの、何何マジ何なの、楽しいこと。6月10日17時ちょうど。私かっこいい最高カツカツなんてヒール鳴らして歩いちゃうなんていい女、私いい女。誰か見て、誰か見なさいよ、ここにいい女いますよ。6月10日17時8分ゾウの花。ビールでしょ、もうビールでしょ。ほらこれみんな、ほら今私ここで一人で今ビール飲んでるよ、気分いい。6月10日11時9分ゾウの花。なんかよくわかんないけどマイクでなんか喋ってる。サトシにメールで教えてみよう。6月10日17時12分ゾウの花。男の人と女の人が一人ずついます。6月10日17時9分ゾウの花。あの人何やってんだろう。あ、でもちょっとかっこいい。今日のジャニーズのさ、あれなんだっけ、え、テレビ、そうそう、あー忘れた。つうかやっぱあの人かっこよくない。6月10日17時11分ゾウの花。今日の14時頃あの木の下には居眠りをする若い男の人がいました。今は誰もいません。6月10日17時8分ゾウの花。あの観覧車って動いてるの。いや止まってるようにも見えるな。そういえばもうずっと横浜に住んでるのにあの観覧車、いや乗ったことないな。6月10日17時10分ゾウの花。カメラを構えています。本日のファッションのポイントは黒で色味を抑えた花柄のブーツを合わせたことです。今日の天気は曇り、明日の天気は雨だそうです。今日は横浜へようこそ。今日はまだ雨は降らないようです。良い月曜日をお過ごしください。揺れる風、もうずっとここにいる。いつからかここがまだ陸じゃなかった頃からいる。ありがとうございました。
が分かってくるっていうか、刷り込まれていくみたいな、しようかなって思って相手に言ってくれて、ゾウは思います。忘れることは大切なこと、忘れることは必要なこと、忘れることができるから人間はみんな無邪気に生きていられる。ゾウはそう思います。浮き輪、レンガ、汽車の音、親子船、突然の雨、雨宿り、カップラーメン、ラジコン飛行機、犬の散歩、鳥の鳴き声、外人、笑顔、ミルク、赤ちゃん、光、白爪草、ビール、喧嘩、カレーライス、街灯。象の体は港の記憶で固まっています。象は眺めて、覚えて、思い出す。朝も昼も夜も季節が巡っても、象は眺めて、覚えて、思い出します。これは象の象魔塔です。皆さん、どうか今日のこの日を忘れてください。今ここから見える景色を忘れてください。いつかの思い出みたいに忘れてください。象の代わりに忘れてください。ぜひ、あれ次っていつでしたっけ、はい、次ね、そう、来年の春ですよね。くるちゃん、はい、君も出て、来年嬉しいです。出て、絶対出て、素晴らしかった。
ずっと俺見てました。ごめんなさい。赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん。ずっと回してたらもう。種があって、浄土があって、あの水をくださいとか書いてあって、ここに水をあげます。あげたら向こうからきっと水をくれてありがとうみたいな声がして、バーッと向こうに花が。この短さだったら赤いとって。赤い。赤いとこ。ここにめちゃくちゃでかい。こうやってこうやってこうやって。横浜の今年の天気をお伝えします。ロシアに隕石がありました。2月15日の天気は雨。ゾウの花ノーズラインニュースです。今日午後、ゾウの花テラスの港にたくさんの観光客が押し寄せました。こたつ運び出しの儀が執り行われます。よろしければお好きな場所にてどうぞお立ち会いください。ただいまより室内のこたつが海沿いにありますベンチのところまで運び出され、海の見え難しいことを優しく、優しいことを面白く、冷たい海沿いを温かくと、夏運び出しの儀を執り行う。いいよー。入って海を見れるって、あったかいのかな。
ったんだろうね、うちらちょっと頭に生まれなかっただけかな。ラジオブースのすぐ近くに置いてあります。
おじさんのことを船長と少年は呼んでたらしいんですけど、呼んでたっていうか心の中で勝手に名付けてたらしいんですけど、船長と少年はあんまりこうちゃんと話をすることもなかったらしいんですけど、でもある日こんなことを聞かれたそうです。お前どっか行きたいとこあんのか。大丈夫ですか、よろしいですか。はい、じゃあ行ってみてはお待ちしたいと思います。じゃあ向こうの外の方に一回入れたいと思いますので、こちらからどうぞいらしてください。こうやってね、今信号が赤、青、あ、今青、秋色になって赤になった。でそこから次青、青かな。で今黄色になってますね。今黄色赤になった。これ青、青、赤、赤になって、4本目から低くなってますね。ちょっと下がってるでしょ。これ別に何か信号機の身長が低いわけじゃないんですよ。これね、実際向こうに微妙に下り坂になってるんです。おかしいですよね。こっち海で、なんで向こうが下り坂なんですか。ね。大丈夫ですよ。どんまいどんまい。いつもありがとうございます。大好きです。課長最高です。どんまいです。Don't worry ですよ。アメリカではそのことは何の問題でもありませんから。撃った。ユリばっかりしてきましたけど、だから喜んでもらえるものを配ってもらおう。はい、いくぞ。はい、メリークリスマス。どうも、ハッピー。開けろ。エレファントローズ、もうお前たちは逮捕されたも同然だ。よー、待ってくださいよ。なんだなんだお前は。いやいや、私はただの観光客ですけどね。ちょっと待ってくださいよ。7泊8日なんて無理です。仕事がありますから。明日も朝に車を納品しないといけないんですよ。だいたいエレファントノーズって何なんですか。ああ、本当にお仕事ご苦労様です。いやあああああああ、あれだったらカメラ撮りますよ。写真撮ってくれって言ってますよ。写真撮りますよ皆さん。横浜の今年の天気をお伝えします。新石垣空港が開港した3月7日は晴れ。渋谷駅にて東急東横線と副都心線がつながって、埼玉から神奈川までの往来が楽になった3月16日は晴れ。横綱白鵬が史上最多9度目の優勝を果たした3月24日は曇りでした。以上、横浜の今年の天気をお伝えしました。Thank you.